はい、ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフ2続きからやっていきたいと思います。だいぶ久々ですね。10月が最後、1ヶ月以上空いてるわ。タイミングがなくて、で、そう、クリスマスをせっかくならやっぱりこの世界で楽しみたいと思って、あ、かわいい、え、かわいい、メリークリスマス。この1年いい子だった、みんなにプレゼント持って、まあ、私やっぱこの1年すごくいい子だったと思うんですよね。まあ、自分で言うのもなんですけれども、うん、メリークリスマス。来てくれたんだね、サンタさん。来てくれて嬉しいわ。あ、かわいいわ。私はハロウィンのままですけどね。クリスマスなんかチューしよう。トナカイのコーデ、トナカイのコーデ。やったー、おーい、嬉しいな、嬉しいな。喜んでもらえてわしも嬉しいぞ。写真を撮りましょう。そうね、撮りましょう、うん、ちょっとコーデを、クリスマスっぽいコーデってなんだ、ないよね、そんな。あー、なるほどね。嫌なんだけど私これ。これちょっと嫌じゃない？いや、季節感はすごくいいなと思うけど。待って、穴雪。あー、でも、だったら。いや、やっぱだったらこれだよね。これじゃない？ウィンター。比較的悪くはないと思うんだけど。なんかでもメーテル味が強い。ちょっとメーテル味強いですよね。あるきゃないんだけど、これじゃない？クリスマスマダムって感じで、まあ101匹ワンちゃんですけどね。ちょっとあのアクセが悪いですね。ちょっとクリスマス味がないアクセはちょっとやめましょう。あー、これつけるだけでだいぶクリスマス感が、シングルコーデになっちゃった。で、手持ちがちょっとあれですよね。うわ、何それ。ちょっと待って、これ手に持ってるやつを外したい。外す。どうですか。なんかこれつけるならもっとクリスマスなコーデしろよって。いいでしょう、これでいきましょう。絶対キラキラつけた方がいいよね。え、待って、ポーズどうするんだったっけ。ちゃんとしたポーズで撮りたい。3、2、1、はい、ナイススマイル。写真もう一回ちゃんと見たいな。さあ、もう行くとしよう。世界中のいい子にプレゼントを配らねばならんのでな。それじゃあまた来年、良いクリスマスを。どうもありがとう。バイバーイ。バイバーイ。すごい素朴な疑問なんですけど、ミッキーの声って変わりました？なんかこの間テレビでなんかディズニーランドとかシーかなのなんかショーの特集してて、なんかミッキーが喋ってるの聞いた時に、え、声違くないと思って、変わったのかな。あ、最高最高。良きじゃない。うん、良き写真です。久々にやるのでね、何をどうしてたかな。ありがとう。何をどうしてたかも覚えてないんだけど、かわいい。あれかわいいな。
りあえずちょっとお店行っとく。ちょっと経営破綻してるかもしれないけどね。大丈夫？生きてる？サーティは全然開けないので、ちょっとお料理を並べておきましょう。ニューがあるよ。ちょっと待って、これ作れる？これ作れるよ。美味しそう。まあでも単価安いのでいいや、別に今は。そんなね、なんか。ミッキーで揃える？いっそ。やっぱクリスマスですし。ミッキー、ミッキー。はい。じゃあね。よし。クリスマスっぽいってなるとやっぱあれですよね。ミッキーたちぐらいだ。あとは別に普通だもんね、みんなね。あーでも街並みがいいですね。クリスマス味が溢れてて。何この服？マジ？101匹ワンちゃんの服、冬あるんだ。でもこれも可愛いな。これちょっと買っとくわ。買う。でも私こっちが欲しいの。買います。あー可愛いけど、ちょっと頭だけ戻していい？あら。え、75。あら、増えましたよ。やった。これ時間出るよね。そう、時間びっくりするでしょ？夜2時です。うん、いや、22日なんですよ、今日。いや、なんとかクリスマスイブに動画を上げたいと思って。今だと思って。これだけはつけとくか。はーい。冬服バージョンとかめっちゃ可愛いんだけど。上がる。テンション上がる。いろいろあるね。これは何？こんなのあるんだ。買っとこう。待って、横のやつクリスマスじゃない？クリスマスだ。うわー、クリスマスでな、揃えれたらな。よかったんだろうけど。これ買います。そう、厳しいですよね、さすがにね。いやでもとりあえず私としてはね、やっぱこのね、ウィンターなロッド必要メダル30、多いな。これだけ買っとくわ。え、今日爆買いじゃない？じゃあね。普通にこれも買わないとね。あ、何？あ、デイジーの風船なのね。やめます。ディズニーランドのクリスマスツリーっていいよね、なんか。あ、ダメだ。クリスマスの時期とかマジでディズニー行きたくなるのよねもう異様なほど行きたくなるのよね、私。本当に通常時でも行きたいけど、やっぱハロウィンとクリスマスは特別ですよ。私どっちかといえばクリスマスの方が好きかな。いや、ハロウィンの雰囲気も好きだけど、こう中を回りやすいなんかまだハロウィンでちょっと暑い日もあったりするじゃない。でも、もうこの時期はさ、完全に寒いぐらいじゃん。だから、ね、寒くないとか言いながら回りたい。あー、デイジー可愛いね、その服。あ、本当？ありがとう。海賊船長のコーデ13個も増えたって。どれ？あー、かわいいどれ？うわーうわー、なるほど。え、プーさん増えてる。プーさん、え、なんか地味だったね。海賊興味あるな。
あーでもちょっと思ってたのと違ったふふ男の子キャラでやってたらあれマジで買ってたと思う、うん、今のアラジンのとかもね。待ってこれ可愛くない？ただピノキオにこんな子いた？いやいた気もするいた気もするけど、もういた気がするのレベルなのよ私。あー何やだ可愛い、やだ何可愛い。今年のクリスマスもね、あのまあ例年通りですけど、私はもう一人寂しくまあなんでしょう、パソコンの前ではぁーってもうはぁーって言って終わると思うからね。ねえ、なんかでも増えてもな、作れんからなね、何が辛いって作れないとこですよね。え？作れるんだけど。あれ、私アリエルって結構あれ一回も呼んでないよね。なんで作ってなかったの？こんな持っています。作成できます。知らぬ間にアリエルの素材溜まってたんだ。へえ。これアリエル呼べるぞ。ね。今度やるときには呼べるんじゃないかなって思う。次がいつかわからないですけども。え、この世界って新年あります？あるよね多分ね。こう季節イベントだから。え、新年もやらなきゃ。そっか新年か。めっちゃ作りましたよ。まれに見るぐらい作りましたよ。50種類も作ったらしいです私。うん、どうしたの？あれで？あれで？さあ、こっち行きますよ。こっちも可愛くなってそうじゃない？ざわざわ。おお、あでもあ待って、今日待って、ジャックがちゃんとクリスマスの格好になってる。うわー、ゼロもいる。あどうしたらいいの、あどうしたらいいの。耳なんて素敵なんだ、君にぴったりだよ、ありがとう。え、じゃあ写真撮ろうよこれは写真でしょ。じゃあ上向いちゃった、上向いちゃった、いらないいらないいらない。ちょっと待って、写真撮りたい、写真撮りたいだけなの、写真撮りたいだけなの。写真どのボタンだったっけすぐ忘れちゃう私。これいらないの、あシャッターあるね。ちょっと待って、これいいアングルにしたいんだけどな。ちょっと待って、むずい、いいアングルむずいぞ。ここに立って、地図邪魔ですよ。セリフ出ないぐらいがいいんだけど。ジャックこっち向いて。無理？もう全然いいけどね。いいんですけどね。いやーマジか。これは熱いよな。
どうする？ジャックがいるのはずるいわ。本当に。ちゃんとこう、なんていうの、需要と供給うまくいってますよね。どこ行こうかな。プー。クリスマスミはないですけどね。クリスマスミで言うなら、あの、圧倒的にあっち行った方がいいんですけどね。あの、アナ雪とか行った方がいいんですけど、ちょっと平和なのやりたくない。やっぱこうクリスマスですから。プーが一番平和だからね。もう何のこう悪意もないというかね。もう言うたらちょうどいいところに来たな。蜂蜜祭りを成功させるにはみんなの協力が必要だ。みんなというのは100エーカーの森のみんなと、それから言うたお前さんだ。実はお前さんにしか頼めない準備があってな。祭りの会場に綺麗な花を飾ろうと思うんだが、普通の花じゃつまらん。ちょっと変わった花がいいんだ。そこでだ、畑で珍しい色の花を育ててみんか。違う花を隣同士で咲かせれば、珍しい色の花の種が取れることがある。ちょっとばかり難しいコツをつかめば、すぐに珍しい色の花が育てられるようになるぞ。はい、後輩か。動物の森でよくやったわやります。生えすぎよいしょ。とりあえずここに植えたらいいですか。ちょっとはい。あ、でも1分だって。秒だね。はい、ちょっと待ってましょう、ね、お、たん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 。でもだいぶ可愛くなってるからね。ほら、もうそろそろなんか終わりが見えてきてもね、違和感はないですけど。はい、結構暇人じゃないこれもう咲くぞ、もう咲くぞ。これ草抜いてよはい、咲いた。もうどうやら花が2つとも咲いたようだぞ。もしかしたら珍しい色の花の種ができているかもしれん。早速花を採取して種ができているか調べるんじゃ。それ種ができていたら畑にまくの忘れるな。きっと珍しい色の花にお目にかかれるはずだ。任された。本当だ、できてる。無事新しい種が手に入ったようだな。それを畑にまいてみるんだ。任された1分ですか。1分ですね。じゃあ私はこの辺に別のものを植えていきましょう。何がいいですかね。これとか。よいしょ。なんか全然やっぱあれだよね、在庫のないものがいいんですけどね。結構在庫ありますよね。
まあ、それこそお花を植えるべきよな。種ができるって言ってんだからね。お花か、お花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 。私言うほどお花持ってないよね。それ思った、あった。パープルコスモスの種。まさに花が咲いたみたいだぞ。はーい。ほう。わかんない。これでも大丈夫？でこれ変わった色？なんか別に普通のに見えるけど。お日様。ああ。お前さんの仕事ぶりには感謝させられるよ。お前さんは立派にやり遂げるだろうと踏んで畑を貸して仕事を教えたわしの目は正しかったな。あと華やかになること間違いなしだ。みんなの喜ぶ顔が目に浮かぶぞ。うん。パーティーしたいですね、早く。ルーを探して。ルーどうしたの？かわいい。え、最高。かわいすぎ。すぐどうシールいっぱいもらえるよ。本当だ、畑関連のシールも終わりましたね、全部。畑が使えませんって書いてあるよ。ゆうと、あなたにお願いしたいことがあるの。もうとっくにお昼寝の時間だっていうのに、ルーが出かけたきり帰ってこないのよ。ティガーとパーティー会場で遊ぶと言って出て行ったんだけど、まだ一緒に遊んでいるのかしら。私は今手が離せなくて、ちょっとティガーのところまで行ってルーにすぐに帰るように伝えてもらえないかしら。任された。うん。ルーお昼寝する時間があるんだね。まあ、まだ若いもんね。若いとかいう次元じゃないよね。まだ子供だもんね。私もね、ちょっとお昼寝したいなって。いなくない？ルー？ルーならさっきまで一緒に遊んでたけど、オールの話を聞くって言って行っちまったぜ。オールの話は長いからな。急いで行けばまだ話してるかもしれないぞ。あのオールの声優さんが亡くなったっていうのをこの間ニュースで見て、私はもうショックでしたね。本当。オール。確かにルーならわしのところに来たぞ。ハチミツはどこにあるのかと聞いてきたんじゃが、それならラビットに聞いた方がいいと教えたんじゃ。その後ハチミツについて詳しく話そうと思ったのに、ルーは聞かずに走って行ってしまった。何をそんなに急いでおったのかの。もう行っちゃったんだ。ルーどこへ行ったの。畑がなくなってる。ルーならさっきわしのところに来たぞ。蜂蜜があるかと聞かれたから、うちの蜂蜜はプーが全部食っちまったと答えたよ。そしたらしばらく畑で遊んでいたが、ピグレットが来て二人でどっかに行ったぞ。確か滝がどうのとか言ってたが、その先は死にもわからんよ。ピグレットさっきそこにいたよね。大忙しよこれ。もう次から次へと。ルーを探してるのかい。ルーが蜂蜜を探してるって言うから二人で一緒に探すことになったんだ。でも途中で立派なアザミを見つけたから、ルーがいいようにあげるって探しに行ったよ。じゃあ私に行ったよ。もしイオの家にいないなら足の石の端にいるかも。最近イオはあそこがお気に入りだって言ってたからね。そうなんだ。さっきいたよね。さっきルーが美味しいアザミを持ってきてくれたんです。ルーはどこへ行ったかって、プーに用があると言っていましたから、プーの家にでも行ったんじゃないでしょうか。多分あくまでも僕の想像ですけど。なるほど。もう全員のとこ回ったね、これでね。プー、プー、あれ。
あ、プー家の中にいる？かわいい。この家本当か。やあ。ルーが僕の家に、でも僕は知らないんだ。だって僕はさっきまで家の外にいて、今さっき帰ってきたばかりだからね。むにゃむにゃ。蜂蜜どこ？うわ。今の聞いた？蜂蜜のつぼくんが喋ったよ。きっと僕は空っぽなままにしてたから、蜂蜜を入れてほしいって言っているんだ。蜂蜜のつぼくんはママが大好きなんだね。この声は蜂蜜のつぼくんじゃないって？本当。じゃあこれは誰が喋ってるの？いやあ、言うたそれにプーも。ルー、どうして君は壺の中で眠っていたの？もしかして壺の中で眠るのが好きなのかな？違うよプー、僕蜂蜜を探して森中を歩き回ったんだ。最後にここに来て壺を覗いたところでうっかり眠っちゃったんだ。ママが僕を探してるって、きっと心配してるよ。急いで帰らなくちゃ。ありがとう、ユータ。ルーを探して出してくれて助かったわ。それにしてもルー、一体どこまで遊びに行っていたの？僕、蜂蜜を探してたんだ。みんな蜂蜜パーティーの準備を頑張ってるから。僕も何か役に立ちたかったんだ。でも蜂蜜見つけられなかった。ルーったら、あなたも一生懸命頑張ったってことはまあちゃんと覚えておきますからね。ルー。素敵。安心してる。僕も覚えておくことにするよ。まあ、しょうがないね。そうだ、ルーが一生懸命蜂蜜を探したってことと、それからユータが一生懸命ルーを探してあげたってことをね。あ、素敵プー。ありがとう二人とも。僕大きくなったらユータみたいにみんなのために頑張れる人になるんだ。そうね、きっとなれるわよルー。ほらもうハートフル。ハートフルすぎる。ね。私のこう、よどんだ心がもう清らかになっていくのを感じる。私もここに住まなきゃダメなんだと思うのよ。めちゃくちゃなこと言い出したよ。さあ行きますよ、次。たっぷりの蜂蜜。蜂蜜壁床セット。へぇー。え、でもエピソード14なんだ。結構進んできましたね。わしらはパーティーに向けていろいろ準備しとるが、蜂蜜パーティーという割には蜂蜜がまだまだ足りないようだ。そりゃ大変だ。なんせ蜂蜜のパーティーだからな。蜂蜜がなければただのパーティーになっちまうな。そうだね。蜂蜜はとっても大事だよ。いくらあっても足りないよ。それなら心配いらんぞ。わしは蜂蜜がたっぷりある場所を知っとる。なんと本当かオール。それはどこなんだ？いいかみんな、よく聞くんじゃ。昨日の午後のことじゃ。日が傾きかけておって、わしは家へ帰ろうと急いで飛んでおった。もちろんわしは日が暮れてもへっちゃらじゃが、夕食遅くなっては困るからな。それでわしは、話が長いな、悪い癖だぜ。蜂蜜がたくさんある場所ってのはどこなんだ？その話は最後に聞くんじゃ。蜂蜜がたくさんある場所について今一から説明しておるところじゃ。オールの話を最後まで聞いた日が暮れてしまうぞ。早く蜂蜜がある場所を教えてくれ。やれやれ、せっかち者ばかりじゃ。蜂蜜がたっぷりあった巨木のウロを見つけたんじゃよ。なんて素敵な言葉だろう。その木はどこなの？教えてよ。そりゃな、この木じゃよ。え？本当だ。あの木のウロの中に蜂蜜が溜まっていたんじゃ。でも随分高い位置だね。これじゃとても登れそうにないや。ひとっ飛びで取ってきてくれよ。何、わしに取りに行けとな？本当。何を考え込んでいるんですかプー。僕どうしても蜂蜜の溜まったウロをこの目で見てみたいんだ。だから僕でもあそこに行ける方法を考えたんだよ。翼のないお前さんには無理な話じゃろ。あのね、いい方法があるんだ。それでね、みんなお願いがあるんだけど、風船を集めてきてくれないかな。一つじゃなくて、そうだな、5つ欲しいんだ。風船を5つも一体何に使うんだ？それは後で教えるよ。待っててね、たっぷりの蜂蜜たち。僕は今から会いに行くからね。プーはね、蜂蜜飛べるもんね、風船でね。おーい、あー大変だ。風船ってそうやって落ちてるの？ちょっとびっくりなんだけど。まあだからあれですよね、この100エーカーの森を回って風船見つけてこいよって。
なんじゃった、100エーカーの森に住みたい。そしたらもっと、なんか元気な気がする。今が元気じゃないかのようにね。元気ですよ。元気の度合いが違うというか、なんかね。よいしょ。風取ったよ。よいしょ。ありがとう。風船くんを5つも持ってきてくれたんだね。じゃあ僕に渡してくれる？わわわ、かわいい。やば。蜂蜜だ、素敵だな、夢みたい。食べちゃダメよ。いや食べてもいいけど全部食べちゃダメよ。すごい、プリズムハニーって言うんだ。でも蜂蜜の中ベチャベチャ歩くのちょっとやだな。幸せみたい。あれれ、よいしょ、5個かな。そうだね、5個かな。食べてる。かわいい。そうだ、パーティー用の蜂蜜を取りに来たんだった。ありがとう。みんなも蜂蜜集めてくれたんだね、ありがとう。離れるのは寂しいけど、これ戻る、戻る。うん、そうだね、みんなとこに戻らなきゃ。蜂蜜たちさようなら、また会おうね。そうよ、別にまた風船で飛べばいいんだから。どうじゃ、あの木のウロには蜂蜜がたくさん溜まっていたじゃろ。俺の言う通り、泳げるぐらい蜂蜜が溜まっていたよ。そりゃすごい。それでプロ、蜂蜜はどこだ。そういえば僕、蜂蜜を食べるのに夢中で蜂蜜を取ってくるのをすっかり忘れてたよ。お前さんが取ってきてくれたんだな。そう、会場にある壺に入れるとしよう。ありがとう。君はいつだって僕を助けてくれるんだね。蜂蜜はこれだけあれば十分だろう。でも蜂蜜パーティーを始められるぜ。とても楽しみだな。いやもうね、プーのためなら私は何だってしますよ。本当に。え、もう蜂蜜パーティーじゃ開くってこと？開くみたい。なんか終わりそうですね。ということでですね、今回一旦この辺で終わろうかなと思います。そうですね。蜂蜜パーティーはまた次回ということで、次回がいつなのかって言われたらちょっとわからないですけれども。まあ、たまに上がるみたいな感じで。まあ、でも新年多分ね、あると思うんで、それをやって、その時またプーを読んでいこうかなって。ねえ、ジャック。あ、もう愛しかない、この二人には、本当に。マジラブ。はい、ということでですね、まあクリスマス感のあるイベントもできたしね、最初にだし、サンタ服を着ているジャックも見れたし、もう最高でしたね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。